日本交通株式会社は、鳥取県で、タクシーとバスを運行する事業者である。本社は、鳥取県鳥取市雲山219番地。現地での通称は飛行であるが、部内では、大阪本社と区別するため、鳥取飛行とも通称される。日本交通、キャメル港、北ーバス、品川バスターミナル付近にて現在は、京都交通に、転石湯巡りエクスプレス路線バス詳細な、 運行案内及び発見業務共同運行に関する事項は当該記事及び外部リンクの日本交通サイトを参照のこと。かつて運行されていた高速バス詳細な運行案内及び発見業務共同運行に関する事項は当該記事及び外部リンクの日本交通サイトを参照のこと。現在は運行していない。かつて運行されていた高速バス詳細な 運行案内は外部リンクの日本交通サイトを参照のこと。東部鳥取駅発の路線には一部を除き行き先番号が表示されている。なお、鳥取駅業については行き先番号がない。中部2018年より路線番号を表示している。一桁が倉吉駅方面、十番台が倉吉市方面、二十番台が倉吉市方面、三十番台が 倉吉市方面、40番台が北栄町方面、50番台が百合浜町方面、60番台が百合浜町方面となる。西部2020年4月1日より路線番号を導入。これに伴い、米子駅、バスターミナルの乗り場が一部変更され、路線番号の10の位は同日以降の乗り場番号と連動している。国道9号の高島山へ、 公開道前の各停留場の停車については以下の通りとなる。かつて運行されていた、一般路線バスかつて運行されていた、定期観光バス緑ナンバー白ナンバーかつて運行されていた、コミュニティバス緑ナンバー白ナンバー緑ナンバー白、ナンバーかつて運行されていた、特定輸送バス詳細な運行を案内は、外部リンクの、米里線、浜村、青谷線。 乗り合いタクシーを運行しています。市営稲葉母園、第二稲葉母園行き乗り合いタクシーを参照のこと。かつて運行されていた乗り合いタクシー貸切り観光バス、運行なので定期的な運用はない。中央タクシー貸切りバス車両バスは三菱不走性が多く、これに日産ディーゼル製、日野自動車製、いすず自動車製が加わる。タクシーはトヨタ自動車製が多い。 また、坂井港氏は、水木げるの出身地であることにちなんで、水木の作品ゲゲゲの北郎のイラストを描いた、北郎バスを運行している。また、鳥取、花回廊の全面ペイントを施した車体もある。これらは、米子営業所の観光バス、高速バスをペイントしたものである。かつては、ガイナーレ鳥取の選手輸送も担当していた。バス、 鳥取県内のグループ3社のバス車両には、各営業所、用途別に、車両無線番号が割り振られている。転属を行った場合は、無線機の番号も変更される。なお、当社の高速バスが乗り入れている、東京都にある日本交通とはよく混同されるが、全く関係がない。同社は、その後あたりグループの事業所が存在する大阪府、京都府に進出したため、東京、 日本交通の名称を使用している。AB 日本交通株式会社第72期決算、広告、沢タクシーとも表記されている文献も存在する。湯村温泉鳥取駅結ぶ、湯巡りエクスプレス廃止赤字続き、来年3月末。神戸新聞。2020年11月16日閲覧。第2回鳥取県中部地域公共交通協議会、次第。 倉吉市役所企画産業部企画課。ピアニッシも60から61。2018年12月19日、閲覧。バス路線番号の設定等。米子市役所総合政策部交通政策課。2020年1月17日閲覧。バス路線番号の設定等。米子市役所総合政策部交通政策課。2020年1月17日閲覧。 バス路線番号の設定等。米子市役所総合政策部交通政策課。2020年1月17日閲覧。バス路線番号の設定等。米子市役所総合政策部交通政策課。2020年1月17日閲覧。大仙ループバスの運行。米子市役所総合政策部交通政策課。2020年1月17日閲覧。 平成25年3月31日駅北、た、環バスは、運行を終了いたします。倉吉市、2013年3月15日閲覧。鳥取市役所の担当部署も乗り合いバス、乗り合いタクシーは、都市整備部交通政策課の担当であるが、市営稲葉母園、第2稲葉母園行き乗り合いタクシーは、母園と同じ環境局生活環境課の担当となっている。 案件7、鳥取空港鳥取砂丘間の乗り合いタクシーの路線廃止について、鳥取市役所都市整備部交通政策課、2018年12月24日閲覧。浜村青谷線、乗り合いタクシーの変更について、鳥取市役所都市整備部交通政策課、2020年4月3日閲覧。令和2年4月以降の浜村青谷線の運行について、 鳥取市役所都市整備部交通政策課。2020年4月3日閲覧。バスラマインターナショナル131号、ポルト出版。ISBN 978から4から899801313。2013年5月9日閲覧。バス事業者、訪問155日本交通、京都交通。ありがとうございます。